カルロス・ラバードは、ベネズエラ出身の元オトガイロードレースライダー。1983年及び1986年、ロードレース世界選手権 250cc チャンピオン。ヤマハ、ジデラを渡り歩いた 250cc の職人ライダー。グランプリデビューは1978年のベネズエラ GP。地元で行われた、このレースの 250cc クラスに、 スポット参戦して2位になったラバードは、翌1979年のベネズエラ GP350cc クラスでは早くもグランプリ初優勝を飾った。1980年からはグランプリにフル参戦を開始。250cc クラスと 350cc クラスに参戦、するが当時の両クラスは川崎ワークスが圧倒的な強さを誇っており、 市販マシンの TZ で戦うラバードは苦戦を強いられた。しかし 350cc クラスが廃止となり 250cc クラスに専念するようになった1983年、川崎のワークス活動撤退とチャンピオンのアントン、マンクが 500cc クラスにステップアップしたことで、ラバードに大きなチャンスが巡ってきた。この年のラバードは4勝を含む6回の表彰台に加え、 全11戦中リタイアは、フランス GP の1回だけで、他のすべてのレースで入賞するという安定した速さを発揮し、初タイトルを獲得した。ベネズエラ人のワールドチャンピオンは1975年 350cc クラスのジョニー・チェコット以来であった。ホンダとヤマハが 250cc クラスにも、本格的にワークスマシンを投入してきた1986年には、 ヤマハのイザー250を買って2度目のチャンピオンに輝いた。この年は、全11戦中優勝が6戦、2位が2戦、それ以外の3戦は転倒リタイアと、1983年とは対照的に優勝か転倒かという極端なシーズンとなった。1987年以降は、怪我に泣かされ、チャンピオン争いに加わることはできなかった。 グランプリ参戦は1978年から1992年までの15シーズンに及んだ通算19勝。異常なまでの集中力でスタートからレースを支配しそのまま逃げ切るスタイルを心情とする。特に押し掛け時代であった1986年までは元来指導性が悪いはずのヤマハイザー250を神がかり的なロケットスタートで常にスタートから 独走させ圧倒的な勝利を収めてみせた。しかしかつてはフレディスペンサーを追いかけ、その中で並々ならない、速さを身につけたとされている。元来は追い込み型のライダーであった。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム。ありがとうございます。